はい、皆さんこんにちは、伊沢です。それでは、17回目ですねのシビラゼーション5実況を進めていきたいと思います。フリゲート艦、海軍力もうちょっとつけたいですね。もう一個ほど作りたいんですが、まだ東京とかは飽きそうにないですね。そして、もう戦争したい相手なんですが、ラムカムヘーンは日本に親しみを抱いているようです。今のところ最大のライバルなんで、これは早めにちょっと邪魔したいところです。そして肥料の研究が完了。合理主義、社会制度の採用ですが、科学革命、研究協定で得られる科学力が 50% 増加する。でかいですね。これを選びます。そして研究と、そしてやっとダイナマイトが研究できるようになったので選びます。ダイナマイトの研究が完了次第、このユーラシア大陸の東の端、ここにあるシャムの都市を攻撃しようと思います。クレムリン宮殿が完成しました、全都市の防衛施設の効果が 25% 上昇と。まあ攻撃されることはまずないと思うので、そんな意味ないじゃないんですが、遺産好きなので。次は、ブランデンブルグ門を作っていきます。どんどんこう領土が広がってきてますね。労働者は自動化できるんですが、勝手に動かれるのもちょっと好きじゃないので、自分で動かします。ちょっとずつ、兵力を動かしていきます。戦争の準備ですね。労働者は避難をさせましょう。で、こういうことしてると結構警戒されたりします。もうちょっと我慢すべきかも
しれません。ここでフリーゲート艦をもう一隻作っておきます。有効宣言。そろそろ申し訳ないが自分たちの力だけでやりたいのだ。これそろそろカルタゴのディドとも戦争したいので、まあこれでもいい、よしでは始めようかでもいいんですが、まあ二面戦やるのは大変なので、一旦シャムをユーラシア大陸から追い出します。この、大帝徳というユニットは戦闘能力はないんですが、周りにいるユニットの能力を上げてくれます。リドはカルタゴはだんだん嫌われてきてますね。まあクズとか言っちゃう人にはそりゃそうだという。感じですね。というわけで、恐るべき工場ユニットである砲兵の作成が可能となると、ダイナマイトの研究が完了しました。これで、可能砲をアップグレードと。さて次は考古学を研究していきます。準備はできたんですが、もうちょっと戦力を増やしたいと思います。ゲート艦が完成しました。あと一つライフル兵が欲しいのでこれを作っておきます。
大砲は射程広いですね。この位置から3マス離れたビエンチャンという都市まで攻撃できます。フリゲート艦は届きませんね。これは敵の攻撃範囲にある適当なユニットを攻撃するのに使います。いろいろスパイにテクノロジー盗まれてなんか悔しいですね。国境開放、これを拒否しておきます。拒否したのに入ってきてますね。東京でも大砲が完成しました。シャムでもマスケット兵が作られてますね。これは早めにやっぱり潰すべきです。相手です。ではここでは、東京ではライフル兵をもう一つ作りましょう。拒否します。バレッタ、聞いたことない街ですね。あ、パレデスビーチ equally at a poor man's gate and at the palaces of kings。ブランデンブルグ門が完成しました。その効果でこの大将軍というユニットが、送られました。これも、戦争時に役に立つユニットですね。その周囲にいるユニットの能力を上げてくれます。大体、まあシャム全体を潰すにはちょっと足りない兵力ではありますが、そろそろ始めましょうか。ライフル兵も完成しました。京都ではルーブル美術館を作っていきます。新しいテクノロジーは、石油をちょっと早めに見つけたいので生物学を選びます。
それでは、今回の実況はここまでにしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。